って感じでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お名前にさんくんちゃんがあらかじめついてない方は皆さんさんになります。そしてお時間のあれで全部コメントが口に出せないと思うんですけど、ちゃんと読んでるのでよろしくお願いします。では始めていきます。お一人目、ジュソンユータさん、ありがとう。よし、今日もとてもかわいいウリちゃんサインしてくれてごまを嬉しい。ウリちゃんもさらんへだよ、ありがとう、ありがとう。今回さ、こう自分の顔がいっぱいありすぎてどこにサイン書いたらいいか分かんなくてちょっと難しくて。続いて、わたるさん、ミルテンと話しているノエミーのことファンのことを本当に大切に思っていて、大好きなのが伝わってくる。歌も上手くなっていって歌にも増えてるのが嬉しい。嬉しい、2部に続くだって、ありがとうございます。楽しみにしてるね。続いてアンさん、ありがとう。よいしょ、アサインしてくれてありがとう。歌唱衣装のリボンちゃん早くかわいくて好き好きです。嬉しい、この衣装も楽しみにしてくれて嬉しい。お会いにだよ、ありがとう。続いてミノシーさん、お姉ちゃんお疲れ様。今回のシングルキラキラで儚い感じもあって全部大好きお姉ちゃんです。嬉しい、またね、いつ披露する機会があるかわからないけどお楽しみに。お姉ちゃんも大好きなやつが来たから、ありがとう。続いて、ピカテウさん、いつも可愛いミルテンに元気をもらってます。凱旋ツアーも最高に楽しくて今年の春夏で一番の思い出、嬉しい。おみるちゃんも本当に春夏超あっという間に楽しかった、ありがとう。続いてコヒマロさん、ありがとう。よいしょ、コヒマロさんサイン欲しいと思ってくれてありがとう、ありがとう、ありがとうございます。続いて、マイスターさん、ありがとうございます。マイスターさん、おみるちゃんは今日も可愛くて偉いけど褒め褒めだって嬉しい。マイスターさんも褒め褒めですよ、ありがとう。今日可愛い、大丈夫ですか。続いてトカチさん、ありがとう。本当に可愛いです、応援してます。嬉しい、可愛いかなって言った直後に可愛いって言ってもらえてた、ありがとう。いつもと違う感じにしてみたはいいもののね、そわそわしちゃうよ。ちょっと話しとこう。続いてひまじんくん、ありがとうございます。ほめほめカレンダーを毎日めくってるけど個人的には10日が好きです。嬉しい、ありがとうございます。感想めちゃめちゃ嬉しいです。リリーもありがとう、嬉しいですね。タグが見えちゃうね。はい、続いて伊藤慎さん、みるちゃんの太陽のような笑顔とパワーを見えていつも元気をもらえるんだ、もうお話ししたいな。みるちゃんは、おみるちゃんもだよ、本当にパワー交換し合いましょう、ありがとうございます。嬉しいな、そう言ってもらえるの。続いてトミーさん、ありがとう。
しょ。夏が来たからいっぱい聴いてるよ。通勤中も幸せに。2部もよろしくお願いします。嬉しい。お仕事を応援しますの、ね、みーちゃんが。ありがとう。2部も嬉しい。ありがとう。続いて、ゆうとさん、ありがとうございます。ほめほめカレンダー毎日使ってるよ。みんなを褒めてくれるメリテン褒めてあげたい。ほめほめ嬉しいぞ。こちらこそほめほめですよ。言っていただけてハッピーハッピーです。そわそわ。続いてミニオンリーダーさん、ありがとうございます。よいしょ。アルペジオノートキピアイシーエビダイスいきます。メリテン古典ジュース買っておあげようかなどで伝説を残してきたメルさんの次に期待しています。あは、何かあるかな。頑張ります。何か伝説残せるように。ありがとうございます。伝説ね。続いてアミカちゃん、ありがとう。これはあれだね、このジャケットはあの白い衣装の服が見えないからね、何を着てるんだって感じなんだけど、白いやつ着てます。みるちゃんと夏だけじゃなくて春も秋も冬も一緒がいいな。一緒にいてもいいかな。チラチラ、おやちゃんも一緒にいたいな。ありがとう。当たり前じゃんね。嬉しいな。ありがとう。続いて安井拓也さん、ありがとう。よいしょ。安井拓也さん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。続いて白髪さん、髪っていう字はね、意外とね、書く機会がないよね。間違ってたらどうしよう。間違えてませんように。よし、シャーガーさん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。続いて、たいすけまるさん、ありがとう。よいしょ。おめえちゃんサイン当たって褒め褒めしてくれる。おめえちゃん褒め褒め返ししたい。褒め褒め返ししたい。たくさんの愛ありがとうね。嬉しい。ありがとうねって、なんか優しいね。ありがとうございます。褒め褒め嬉しいですね。毎日やっていいものですからね。嬉しい。続いてワンダラさん、ありがとう。はい、おめでちゃんニコニコ笑顔にいつも元気をもらえます。大好きです。あー嬉しい。いっぱい笑っちゃおう。嬉しいな。ワンワンの名前で可愛いですね。ありがとう。続いて、ヨンスンさん、ありがとう。ヨンスンさん、ありがとう。今回の曲も MV も衣装もメイちゃんとても良かったです。おかげさまで夏を耐え抜きました。嬉しい。2部も来てくれるの、ありがとう。夏頑張りましたね。ヨンスンさん、ありがとう。よいしょ。続いてユウスケさん、ありがとう。よいしょ。みーちゃん、君が好きだ、ありがとう。嬉しい。メイちゃんも君が好きだだよ。ありがとう。嬉しいですね。塗ります。間違えて口の中に塗っちゃった。ねえねえ、あとさ30分経過したよってなったら教えてほしいな、コメントで。いいですか、そんなこと託しちゃって。ありがとうございます。続いてのきくん、ありがとうございます。初めて見に行ったライブで目が合った瞬間からミルテのことしか考えられなくなっちゃった。これからいろんな思い出作っていけたら嬉しいな。嬉しい。そんな、もうそれは目と目でね、通じ合っちゃったという感じで。ありがとう。これからもよろしくね。ありがとう。
大丈夫だ、ありがとうございます。続いてアリスちゃん、ありがとう。今回のシングルのミュージアムちゃんちゃん大きいと最高だよ、とても夏が似合っていて、やっぱり宇宙人のスーパーアイドルだと大好きが溢れたようだって、かわいい、嬉しい、そんなこと言っていただけて、夏も似合うミュージアムこれからも待っていくよ、ありがとう。夏って、ね、あんまりミュージアムなんか自分がどういう風に映ってるか考えたことなかったから褒めてもらえて嬉しい。続いてみなずきさん、ありがとう。よいしょ。毎日ほめほめカレンダーで毎日ほめほめしてくれてありがとう。素敵で便利なグッズでありがたいです。みるちゃん偉い、いつもありがとう。わあやった、ありがとうございます。今日もみるちゃん自分でめくってきた、ありがとう。続いてゆうとさん、ありがとう。よいしょ。みるてんビッグラウ、見てるだけで可愛いの天才すぎます。今年も暑すぎますが、暑すぎて溶けてないですか。ギリギリ溶けていないですね、本当に。でもミルちゃんが持つアイスって全部すぐ溶けちゃうんだよね、ありがとう。そうそう、不思議。続いてミクちゃん、ありがとう。ミクちゃん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。続いて、ツナマユさん、ありがとう。よいしょ。ファンもね、ミルちゃん、ほんと素敵だなって思いながら見てるよ。これからも素敵なミルちゃん応援してます。ああ、嬉しいですね。皆さんが大好きっていう気持ちはいっぱいですよ。ありがとう。嬉しいな。続いて、タモちゃん、ありがとう。欲しいって思ってくれてありがとう。ラブ、ありがとう。続いてりょうさん、ありがとう。さあ、りょうとりとうってさ、なんか流れでするってかけて、いい文字が書けました。りょうさん、サイン欲しいって思ってくれてありがとう。ラブ、ありがとう。続いてシボンちゃん、ありがとう。よいしょ。シボンちゃん、すって書いてある、これは木ってことでいいかな。おりちゃんも好きだよ、ありがとう。スイカとかだったらどうしよう。続いてゆきなちゃん、ありがとう。おみるちゃんのハーフツイン大好きだから、新入社がハーフツインにニコニコしちゃったし、おみるちゃんも大好きで嬉しい。おみるちゃんもすごく久しぶりのハーフツインができ、すごい嬉しかった、ありがとう。ハピハピですね、これは本当に。続いて、しゅんすけさん、ありがとう。よいしょ。最近のエミにハマって、そのままを見るのもライブしてまいりました。これからも見る点の観察させてもらいます。見るか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 来たから、ありがとうございます、観察してくださって。良い観察結果になれるよう頑張ります、ありがとう。続いてまきちゃん、ありがとう。よいしょ。まきちゃん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ラブ、ありがとう。続いて月指たぬきさん、ありがとう。
ぬきさん、ありがとう。サインほじって待ってくれてありがとう。ラブー、ありがとう。続いて、種田くまさん、ありがとう。あ、なんか今日すごい感じがいい感じ。種田くまさん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。じゃ続いて、孝太郎さん、ありがとう。いつも可愛いよ、限界突破してくれてありがとう。目がハートになってるよ、可愛い。なんかひよこみたいな文字もついてくれた。これからもいっぱいお面でハートにさせていきたいよ、ありがとう。続いてたいちゃん、ありがとう。結構発売まであとちょっとだよ、みんな。だってフラゲビなんてあとちょっとだよ。じゃん、今日もありがとうね。ラブ、ラとブーの間になんか可愛い絵文字を入れてくれてたんだろうな。ありがとう。何の絵文字だったか教えて。ありがとう。おじちゃんもラブ。続いて、かえちゃん、ありがとう。かえちゃん、ヒュードン、パン、どんどん、たまやー。おみるちゃんへの恋の打ち上げ花火の音、嬉しい。いい花火ですね、この夏間違いなく本当に輝いてる花火だと思います。ありがとう、やったね。可愛らしいですわ、ヒューが長かったな。ありがとう。続いておいきーさん、ありがとう。よいしょ。メッセージはなし、かっこなし、わら。あー、なしですか。みゆちゃんもね、なしは好きですよ。もうすぐなしの季節が季節ですからね。ありがとう、キュートなコメント。ありがとう。続いてゆたくん、ありがとう。みんないろんなコメントのあれだね、あの考えてくれてありがとうっていう気持ちです。もちろんなくても嬉しいんだよ、どっちも嬉しいよ。今年の夏はこの曲で乗り切れました。嬉しいですね、なんか皆さんの夏のテーマソングにこの曲がなっていたら嬉しいです。ありがとう。続いてまみちゃん、ありがとう。この間楽しみすぎる、最高の夏にしようね。ねえ、てかいよいよだよ、もう1ヶ月ないよ、どうするって感じなんだけど、頑張るね、楽しみにしててね、ありがとう。続いて松たくさん、ありがとう。ミルちゃんからたくさんの元気をもらえて毎日頑張れてるよ、褒め褒めカレンダーも毎日めくって癒されて、いつも本当にありがとう。話し会もらえばもう絶対に行くね、嬉しい。どっちもどっちも全部全部待ってるね、褒め褒めカレンダーもありがとう。続いてかなめさん、ありがとう。てか意外とまだ30分経ってないんだね。でもいいペースなのかな、でもいいペースではないか、もうちょっと急げた方がいいか。よいしょ。ああ、ありがとうございます。可愛くて努力家でキラキラアイドルのミルテンが大好きです。これからもミルテン推し貫き通します。やったー、絶対に貫き通していただけるよ、ミルちゃんも頑張るよ。ありがとう、嬉しいな。続いて川島浩二さん、ありがとう。川島さん、みーちゃんどうも、どうもこじこじこじです。漢字書かせてごめんね。お返しに褒め褒め3倍返しするね、大事にするよ、ありがとうね。すごい、もう心遣いがたくさんでありがとうございます。素敵な漢字書かせてくれてありがとう。3倍待ってます。ありがとう。
嬉しいな。続いてチータさん、ありがとう。夏が来たから毎日リピートしてます。今年の夏も暑いから体調に気をつけて頑張ってね、頑張ってね。ありがとうございます。嬉しいの、いっぱい聞いてもらえてね。今年の夏でもうちょっとめちゃくちゃ終わっちゃうよね。寂しい気持ちもありつつ、ありがとう。続いてみほちさん、ありがとう。おみるちゃん毎日頑張ってて偉いよ、ほめほめ、大好き、やった、愛がたくさん。おみるちゃんも大好き、ありがとう。続いてえりぴさん、ありがとう。この13回でネームボード見てもらえて嬉しかったよ。サインもありがとう。ケース期間もよろしくね。やったー、ネームボードって使えるの絶対大変だもんね。ありがとう、嬉しい限りだよ。続いてゆくん、ありがとう。よいしょ。ちょうど私はこの時間東京ドームにいて野球を見ています。いつかのみーちゃんが東京ドームに立つ姿見えたいな。その時まで応援し続けることを約束します。嬉しいっていうかすごいね。どんな感じだったか感想を聞かせてください。頑張りますよ、ありがとう。いいね。続いてゆう、やぶじゃん噛んじゃった、ゆいちゃんさん、ありがとう。よいしょ、恥ずかしいね。今勢いだけはあったんだけどね、滑舌がついてこなかったよ。あみるちゃん大好きだよ、嬉しい。あみるちゃんも大好きだよ、ありがとう。やったね。かわいいかな今日、大丈夫。続いてはーやさん、ありがとうございます。みるちゃんと夏らしいことがしてみたいのですが、一緒に海でスイカ割りとかどうでしょうか。その後がね真っ黒でちょっと見えないんですけど、なんだろうね、スイカ割りをみるちゃん一回だけしたことあるんですよ。すっごい難しかったのでリベンジしたいです。ありがとう。意外と難しいんだよね。ぐる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 スイカ割りしよう。続いてきもりさん、ありがとう。僕は炎タイプが弱点なのでこの暑い夏乗り越えられるか心配だったけど、おみるちゃんのゆみちゃんのおかげで最高に楽しい夏になったよ。ありがとう、キャモ、これからも楽しみ。可愛らしいですね。よかったです、乗り越えられて。続いては秋の季節ということで一緒に葉っぱに埋もれましょう。ありがとう。あ、いい感じに書き終えてるって。おみるちゃん珍しいよ、やった。じゃあこの感じで調子に乗らないで頑張ります。続いてスカイブルーさん、ありがとう。よし、スカイブルーさんサイン欲しいと思ってくれてありがとう。どうも、ありがとう。そうでも分かんないからね、こっからがね。続いてサオリさん、ありがとう。来月でみるちゃんを見つけて好きになって1年ですよ。とまだまだ新規だけど、これからも、そんなそんな、ありがとう。これからもだよ、たくさんもやつから聞いて聞いても、めっちゃ見てるからありがとうだよ。待ってるね、ありがとう。1年ってもう大記念日じゃない、ありがとう。そういったちーちゃん、ありがとう。アメレちゃんと過ごす夏とってもキラキラで楽しい、大好き。嬉しいこと言ってくれちゃう。これからも輝かせるよ、ありがとう。
続いて大好き本田さんありがとう。細々と応援できたらなと思いましたって細々細でもねそれがねあの 細々って思っててもみゆちゃんからしたらねビッグビッグなんだよありがとうだよございますそんなそんな少しでも嬉しいですよ思っていただけたら。そしてあおちゃんありがとう。おめるちゃんパートは全部大好きやけど2番のそれなのにそうなのにが特に大好きすぎるよ。2部もよろしくね。嬉しい。そこのパートね嬉しい。褒めてもらえるの2部もありがとう。なんか今めっちゃ前バグっちゃった。そしてさやちゃんありがとう。一生みゆちゃんラブ宣言あ、誓いますやったー嬉しい。誓ってくれてありがとう。昨日ね TikTok の練習したんだ。ありがとう誓ってくれてった。続いて時生さんありがとう。今日も世界で一番可愛い大好き。やったー世界で一番だって嬉しい。みるちゃんもありがとう。続いてあゆみちゃんありがとう。サイン会初めて応募したよ。地元同じ嬉しい。ありがとう。初めて応募勇気を出してくれてありがとう。早く届きますように。地元が一緒よし嬉しいな。栃木ラブですからねありがとう。ですね続いてほにゃらららりなちゃんちょっと黒くて読めなくてごめんね。絶対教えてね。どんなりなちゃんなのか。よいしょ。ミルテンのサインが可愛くて好きだから書いてもらって嬉しい。サインをお守りにして毎日頑張るミルテン大好き。あら嬉しい。本当にこれはね幼稚園生くらいの時に考えたサインなのでそう言ってもらえるの嬉しい。ありがとう。続いてサンちゃんありがとう。あマモ30分ねありがとう。おめるちゃんが好きです。やったーパチパチパチ。おめるちゃんも好きです。ありがとう嬉しいですね。続いてあこさんありがとう。ほにゃららほにゃららほにゃらら初めてのサインです。みるちゃんにほめほめしてもらえてるおかげで毎日頑張れてありがとう。いつもたくさんの幸せをありがとう。もう十分頑張っております。幸せって言ってくれてありがとうだよ本当に。そしてなんで書いてあったかいつか教えてありがとう。30分だった。ありがとうみんな教えてくれて。4時15分までだもんね。この調子で45分頑張っていきます。続いてみささんありがとう。夏が来たからのデニム衣装可愛くてドタイプでちょんちょんちょん似合ってます。おめるちゃんのおかげで暑い夏も乗り越えられそうです。なんて素晴らしい。ありがとうございます。おめるちゃんもデニム衣装好きよ。嬉しい。ありがとう。一緒に残り乗り越えようね。続いてせいかちゃんありがとう。なんか今日さくしゃみが本当に何回も何回もって感じです。花粉なのかな。
アベラちゃんの湿度の高いキュルキュルなうるうるな瞳が大好き、単純じゃないでかい愛伝わってます、ありがとう、嬉しいよ、キュルキュル続いて熊本のポジタンさん、ありがとう。ミルテンお疲れ様です。実は車を買います。ナンバープレートはもちろんミルテンです。この回サイン会くらいには納車されてるはず。本当にすごいんだけど大丈夫、本当にめっちゃ嬉しい。もうしっかりあの安全運転のパワー込めときましたんでありがとうございます、嬉しいな、びっくり。じゃあいつか見せてね探しちゃおう、頑張って世界中、ありがとう。続いてソーシ君、単純じゃないでっかい愛を伝えたくて購入させていただきました。おみゆちゃんが青春そのものだよ、長い棒、嬉しい、ありがとうございます。青春になれちゃった、イエイイエイ、伝わっております、単純じゃないだよ、ありがとう。続いてマイマーマイマイマーマイマイさん、ありがとう。いいお名前ですね。じゃん、お姉ちゃん6月対面通所で取り終わってもこっち向いて手振ってくれるお姉ちゃんに恋でした。やった10月の件取り損なってしまったのでオンライン通所行くよ、楽しみ。やったー、じゃあまた通所で楽しい思い出作らんね、ありがとう、いっぱい手振っちゃう。続いてイオリンさん、ありがとうございます。夏が来たから好きすぎてずっとずっと口ずさんじゃ、歌詞も好きだけどおみるちゃんもっと好き、あら嬉しいね、おみるちゃんのこともっと好きなあね、ありがとう。続いてゆれるめさん、ありがとう。やっぱり前回の選挙私いっぱい歌っちゃったからだろうな、メッセージ入れ忘れてこないだね、全然ですよ、ごめんなさいじゃないよ。なんて読むのこれ、にゃんやんないほど素晴らしい曲で、ミルテンの気持ちにもブレーキが効かなくて困ってます。きっとすごい素晴らしい夏曲って褒めてくださってるんだよね、漢字の読み方今度教えてください、ありがとうございます。ブレーキも効かせません、ありがとう。ちょっとねマジ辞書を引きたい気持ちになりました、ありがとう嬉しいよ。続いて、竹ちくわさん、ありがとう。発売日まであと3日ということでとても楽しみにしています。これからたくさんのイベントもありますのでこちらも楽しみでワクワクしてます、嬉しいですね、本当にイベントもねえだし、フラゲまであとちょっとじゃんって感じだよね、本当にありがとう。続いてレイチェルさん、ありがとう。フラゲ日ってだってあと3日でしょ、ってことはあと2日っていう日がある、フラゲ日だから明日、あれ明日か、明日ではないか、26、27か。続いて、あ、ちょおみれちゃんさんありがとう、みれちゃんの歌声大好きなー、やったー、ありがとう、これからもいっぱい歌う、ありがとう。火曜日か。続いてりゅうりゅう、ありがとう。ホットタイム、よいしょ。好き、めっちゃ好き、超好き、いいえ、世界一大好きだよ、かわいいよ、みれちゃんのこと世界一好きって言ってくれて嬉しい、みれちゃんも好きよ、ありがとう。ホットタイム、はい、ありがとうございます。続いてせいなちゃん、ありがとうございます。
キュートなお顔も癒されるボイスも、ミュウちゃんがくれる温かい言葉も全部大好き、なんてポカポカな文章なんでしょう。ありがとう、嬉しい。ミュウちゃんも全部大好きです。ゆねちゃんありがとう。続いてさやかちゃんありがとう。みるちゃん、初めてのサイン会とっても嬉しすぎて楽しみにしすぎて、ルンルンしようの可愛い素敵なサインありがとうだよ。みるちゃん大好き、やった、ルン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 待っててくれてありがとう。届きますよこちらのルンルン。みるちゃんありがとう。あんま笑ってなかったけど心はルンルンしてるよ。続いてメモちゃんありがとう。このみるちゃんさ、自分でもなんか見たことない顔してるんだよな。何があったんだろう。結構あれかな、儚い系をイメージしちゃったのかな、顔で。おみるちゃん、2部も当たっちゃった、届くの楽しみだよ。やったー。じゃあ心を込めて2部も書かせていただくね、ありがとう。楽しみにしてね。なんだろう、もうこれは儚い美少女です。ありがとうございます。そして夏美ちゃんありがとう。夏が来たからの衣装、リボンいっぱいで可愛いメイちゃんにぴったりだね。 MV のピンクもジャッキーちゃんの白も似合ってて天才です、可愛すぎる。嬉しい、何色でも似合っちゃうってこと。やったー、ありがとう。イエイイエイ続いて鈴優さんありがとう。鈴優さん、サイン欲しいって思ってくれてありがとう、ラブ。続いてみーるるさんありがとう。よいしょ。歌やダンスだけじゃなくて毎日のストーリーやみんなを肯定してくれるところがアイドルとして100点で大好きです。嬉しい、おみるちゃんワールドにいさせてくれるだと思うことですが、いてください、ありがとう。よいしょ。続いてホヨンちゃんありがとう。今回のアルバムも毎日聴いてるよ、すごく夏を感じるし、衣装も本当に可愛くて、おみるちゃんとは夏を楽しんでる、嬉しい。おみるちゃんもさらんへいだよ、ありがとう。続いてひなのちゃんありがとう。おみるちゃんってやっと同じクラスになれたから、修学旅行も同じ班になれるの楽しみにしてるよ。ねえ、絶対修学旅行一緒に行こうね、約束だよ。ありがとう。あ、いい感じかな、数枚くらいよし、けどもしっかりペースを頑張りますよ。続いて松戸さんありがとう。松沢さん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう、ね、ありがとう。続いてリサちゃんありがとう。よいしょ。玉女子にこの以上に続きソロジャケットも当たって嬉しいよ。昨日も今日も明日も大好きでアイドルでいてくれてありがとう。こちらこそだよ、本当にずっとずっと大好きと思ってくれてありがとう、嬉しい。続いてせいやさんありがとう。よいしょ。みーちゃんて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 ん、思いふけている、どうしたんですか。まみーちゃんに任せてください、ありがとうって言ってます、ありがとう。まみーちゃん、みーちゃんですよ。続いてあかねさんありがとう。おみるちゃん、いつも可愛くて優しくていっぱい褒め褒めしてくれる、おみるちゃんが大好きだよ、嬉しい。こちらこそです、受け取ってくれてありがとうだよ、ありがとう。続いて
りょうくんありがとう。このジェンまであと1ヶ月、去年お仕事で参加できなかったけど今年はきっと昼公演、わあ嬉しいね。どんな感じなのかワクワクですが、お楽しみに。ありがとう。続いてありがとう、あ、ちょちょちょ読んでないお名前、めぐみちゃんありがとう。とちょっとだけスピードアップするね。ありがとう。今日お誕生日なので、ミルちゃんにサインとお名前書いてもらって嬉しいよ。大切にするのはミルちゃん大好き。だって嬉しいお誕生日。おめでとう。ハッピーバースデー。絶対ミルちゃんと楽しい一年にしようね。ありがとう。やったやった。おめでたいね。続いて、ジュネちゃん、ありがとう。好き好き大好き、ずっと好き。やったー。ミルちゃんも好き好き大好き、ずっと好き。嬉しい。ずっとって嬉しいな。ありがとう。続いてイベットさんありがとう。よいしょ。ネガティブな性格ですが、褒め褒めカレンダーのおかげで日々頑張れてるし元気もらってます。ありがとうね。いや、いいんですよ。考え方のね、軸というものはね、大事ですから、それもいいところだよ。ありがとう。そういう褒め褒めカレンダー褒めてもらってるし。続いてタイタンさんありがとう。ケース期間もたくさんミルちゃんに大好きな気持ち伝えるよ。ミルちゃん大好きだ。やだー、ありがとう。ミルちゃんも大好きだーだよー。ありがとう。続いてタケアンさんありがとう。ミルちゃんが褒めてくれるから毎日元気に頑張れます。ありがとうございます。好きです。これっていう時にめっちゃ照れてます。あら、照れてるしながらも素敵なこと書いてくれてありがとう。ミルちゃんもよ、ありがとう。続いてレナピさんありがとう。なーよし。今年の夏もキラキラなミユピが見れて嬉しいよ。大好き。やった、ミユピもとっても嬉しいです。キラキラの夏まだまだ過ごしましょう。ありがとう。続いてカンバロさんありがとう。ツアーで見れては見てからパフォーマンスと可愛さの心、可愛さに心の底から感動しました。見れたに誠意を見せて誠意大将軍になりたいです。え、すごいね。もう誠意大将軍になる姿私も見届けさせてください。ありがとう。本当に本当に素晴らしい、すごい。続いて早坂くんありがとう。よいしょ。ミルちゃんに出会えて本当に良かった。これからもさせてください。もうそう思ってもらえることが幸なんですよ。ありがとう。嬉しいな。続いてさくらちゃんありがとう。はい。去年の夏の終わりにミルちゃんに出会ったので、夏にミルちゃんと過ごせるのはとても嬉しい。ハッピー様かわいい。おめでちゃんが青春そのものです。今回も嬉しくて、やったー。おめでちゃんもナーブだし、なんかいいですね。良い季節ですね。ありがとう、ハッピー様。続いてひでゆきさんありがとう。春のツアー5カ所にいてとても楽しかったです。沖縄と幕張も当たりますように。嬉しい。絶対修学旅行同じ班になろうね。ありがとう。続いてリリアさんありがとう。
先週はオンライン通信ありがとうございました。ハーフスイン大好きだからおソロだったの嬉しかった。オンライン通信全部いるのでよろしくお願いします。嬉しい。そしてハーフツインは本当に可愛いよめん、ありがとう。難しいのに頑張ってくれてありがとう。そしてさゆみちゃんありがとう。よいしょ、さゆみちゃんありがとう。サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。よいしょ。そうね、あと30分くらいか。続いて、コウさん、ありがとう。よいしょ。おめるちゃん、こんにちは。夏が来たからな、MV も可愛いがいっぱい詰まってて楽しい。来月のこの映像楽しみにしてます。やったー！もういよいよだよね。楽しみにしててください。ありがとう。続いてちなっちゃんありがとう。よいしょ。新曲のヘアメイクリボンたくさんで可愛くて大好き。可愛い。リボンってひらがなで書くとなんかリボンって感じで可愛いよね。ありがとう。よいしょ。やったね。13個あったんだよ、よく数えたら。続いてゆぱちゃんありがとう。よいしょ。おみるちゃんの夏もらってもいい？私の夏全部君にあげるっていう感じですね。恥ずかしいですが半分こしましょう一緒に。おえ、どういうことだあげちゃいます、大サービスありがとう。恥ずかしくなっちゃった。続いてさらちゃんありがとう。すごい、さらちゃんのなんか前髪の一部みたいになったツアーズミルテに控えてノイミ推しになって、真面目でまっすぐなミルテの全てが大好きで、ああ、そう言っていただけて嬉しいです。これからも芯のある人であるぞという気持ち、ありがとう。続いてあっちゃんありがとう。めいちゃん今回もサイン書いてもらうのすごく嬉しいです、大好き。あ、嬉しい、書かせてくれてありがとう。めいちゃんも大好き、ありがとう。続いてゆうすけさんありがとう。夏が来たからの MV のめいちゃんの可愛いところが多くて何度もリピートしてます、嬉しい。いっぱい好きなところ教えてください、ありがとう。意外とあと15分なのでまずいまずいなので早めます。続いてかずねちゃんありがとう。よいしょ、かずねちゃんサイン欲しいと思ってくれてありがとう、ありがとう。続いてココナちゃんありがとう。横入りでの初披露を見た時からこの曲が好きすぎて通勤中聞いてるよ。また話したい感想とか語りたいの、嬉しい。また聞かせてください、ありがとう。あと25分はある。あ、間違えた、ありがとう。続いて陽気なおこじょさんありがとう。やばい、もう用が大きすぎてぎゅうぎゅうになっちゃった。よ、おみる、いつもその可愛さに合わされてます、外見と内面に魅了されて気づけば数年の箱推しからおみる推しになるより、おみるの考え方は大好き、幸せチャージラブ。嬉しいですね、そんな幸せチャージこれからもさせてください、ありがとう。嬉しいね、すごい。50分経過しました、たくさんタイムキーパーしてくれたやつ。続いてちひろちゃんありがとう。よいしょ、リボンたっぷりおみるちゃん、プリキュアみたいで可愛すぎる、大大大好き、嬉しい。プリキュアになりたいおみるちゃんです、ちひろちゃんありがとう。本当にたくさんだよね、嬉しいな。そしてなほちゃんありがとう。よいしょ、おみる
ちゃんのおかげで毎日頑張れてるよ。本当に世界で一番大好き。本シングルもたくさん会いに行くね。嬉しい。大きな世界の中から一番出てくれてありがとう。みるちゃんも大好き。サチサチですね。そしてななかちゃんありがとう。超絶人見知りながら最近おみるちゃんとお話できる機会が多くて嬉しいよ。嬉しい。毎回おみるちゃんの可愛さにやられてしまっています。大好き。そんなそんな、私たち仲良しじゃないですかっていう感じだよ。ありがとう。嬉しいですね。でもおみるちゃんも人見知りだよ。続いてかなちゃま様。様じゃ間違えた間違えたかなちゃまさん間違ってはないのか本当にかなちゃまさん、私もモモのこともモちゃまって呼んだりするから、そういうことか。よいしょ。ティューティュー。こちらはミルちゃん褒め褒めたいです。めっちゃ可愛い。夏が来たからの水色リボン、ミルちゃんがほんまにラブです。ラブリンです。あら、やった、嬉しい。かなちゃま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 をミルちゃまもとっても嬉しい。ありがとう。リボンちゃまです。続いてふみかちゃん、ありがとう。ふみちゃんね、小文字の計画のが好きだからね、めっちゃ嬉しい。ふみかちゃん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ラブ。計画いいでしょありがとう。続いて、クロイちゃん、ありがとう。姉ちゃん好き好きブレーキがずっとずっと効かないだよ。嬉しい嬉しい。もうね、申し訳ないけどこれは止めてはなりません。おみるちゃんも止まらせない。ありがとう。続いてブチさん、ありがとう。毎日暑い日が続きますね。夏が来たから聞きながら自転車を漕いでるとミルちゃんと一緒に走ってるみたいで暑さも和らぎます。水分補給しっかりして夏を楽しみます。素晴らしいですね。ね、水分補給一番大事ですからね。ありがとう。自転車漕ぐのすごい。おミルちゃんも日常で漕げるようになりたい。嬉しいです。心におミルちゃん。続いて青木くん、ありがとう。サインありがとう。今日も可愛いね。夏が来たからの MV でピンクの服を着て自転車に乗りながら微笑むミルちゃん超大好きです。暑さも続きそうですがご自愛ください。あら、お優しいハガキのように、ありがとうございます。そうなの、ミルちゃんあれまっすぐ焦げてめっちゃ笑顔だったんだ嬉しい、ありがとう。そしてリクちゃん、ありがとう。おみるちゃんとハッピーハッピーハッピーな夏を過ごしててすごく幸せだったよ。世界一楽しい夏、おみるちゃん一筋、おみるちゃんしか勝たん。やった、おみるちゃん愛にあふれた運を、ありがとう。おみるちゃんしかって感じだね。ありがとう、嬉しいな続いてスワールさん、ありがとう。初なりミスタです。毎朝褒め褒めカレンダーをめくることを生きがいにしてきてるんだ。2日目のカラダさんが圧倒的に好きすぎてたまんない。めっちゃ嬉しい。おみるちゃんも実はあのカラダさんのやつめっちゃ実はお気に入りで、だから先行カットというか、そうあれで載せてたんだ。嬉しい、ありがとう。毎日褒め褒めです。そしておまみちゃん、ありがとう。大好きなみるちゃん、とうとう夏が来たね。かわいい。毎日暑すぎて夏バテって感じだけど、おみるちゃんの単純じゃないでかや。移動すれば伝わる君に。大好きだよ。おみるちゃんもすごく大好き。ありがとう。なんか、大好きなおみるちゃんって嬉しいね。ありがとう。嬉しいね。続いて、ゆうたくん。ありがとうございます。だってさ、例えばさ、だけどさ、人を呼ぶときにさ、毎回さ、大好きな誰々さんとか、
言ったらさ、多分めっちゃ嬉しいよね。お話し会大好きなミルテン嬉しいな。続いて、褒め褒めカレンダーのおかげで毎日頑張れてるよ。わー嬉しい。頑張っているというのはね、自分自身ですから。ゆうたくん褒め褒めです。ありがとう。続いてまーちゃん、ありがとう。おめるちゃんサインありがとう。また一つ宝物が増えました。やったー、宝物って言ってもらえて嬉しいな。宝物キラキラパワー、ありがとう。続いてたっけさん、ありがとう。よいしょ。全国ツアー通過公演の修学旅行絶対行きます。ミルテン大好き。嬉しいよ、みるちゃんも大好きだよ。ありがとう。絶対修学旅行同じ班になろうね。やった。続いてもじくん、ありがとう。よいしょ。今回も当選めっちゃ嬉しい。やった。MV も表情や仕草の可愛さ もちろんだけど、振りの腕のしなやかさがとても魅力的に映ってて素直に素敵だなと感じているよ。嬉しいですね。確かにサビとかね、めっちゃ腕がいっぱい目立ったりするとこがあるから嬉しい。見てくれてありがとう。続いてみかちゃん、ありがとう。大好きなミルテン初サインありがとうございます。嬉しい。本当にすべてが可愛すぎるミルテンが大好きです。10月の通称やった。ちょっとめっちゃ噛んじゃったけど、 10月の通称もう待ってるね。みかちゃんありがとう。やったね。続いてゆたくん、ありがとう。みるちゃんが一番可愛くて優しくてファン思いで一番の推しメンだよ。みるちゃんのおかげで毎日頑張れてるよ。仙台から応援してます。嬉しいよ。みるちゃんもまあ危ないよ。そう言ってたからだけど、ありがとう。一番可愛くて多分いっぱい褒めてくれたね。ありがとう。そしてまなとくん、ありがとう。ミルちゃん見ることができて幸せです。一生の推しです。嬉しい。その目に入れるだけでもそう思っていただけるって、もうもっともっと頑張るよ私。ありがとう。嬉しい言葉ですね。身に染みます。続いてワンタさん、ありがとう。今回のサインはね、私のサインよりみんなのお名前の方が多分大きいよ。私でもそれが嬉しい。よいしょ。今年の夏もみるさんと過ごしてハッピーだよ。とってもキュートで時折キリッとしてるおみるさんがとっても大好きです。特にこれなんかキリッとしちゃってるんじゃない。キリキリキリだよね。嬉しい。いっぱい褒めてくれてありがとう。ねえ、私こんな顔するんだね。多分街歩いてる時とかこんな顔かもしれませんね。続いてかこちゃん、やっぱ取り消し笑顔で歩いてます。ほめほめカレンダー見るのが毎日の楽しみ。私から見るとほめほめ送るね。ほめほめ大好き。やったね。カレンダー使ってくれてるのめっちゃ嬉しい。本当にありがとう。ほめほめだよ。あー嬉しいね。なんか本当に。続いてポムミカコちゃん、ありがとう。おめでちゃん、9月オンライン撮れたのでお話しようね。大好き、届け。やった9月あとちょっとじゃん。じゃあ頑張るね、私も9月に向けて。ありがとう、届いてね。ありがとう。続いてシュヤンさん、ありがとう。
ゆるてお久しぶりです。ニューシングルの PV を見て今は可愛くて歌が上手くなっていてどんどん好きになっちゃいました。これからも応援します。嬉しい。お久しぶりのみゆちゃんを見てくれてありがとう。嬉しい。頑張るね。続いてキャンチンさん、ありがとうございます。あと14分くらいですかね。よしよし、ちょっと早めますね。サインありがとう。みるちゃんの褒め褒めカレンダーのおかげで毎日褒め褒めされてるからニコニコで過ごせるよ。褒め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 &ニコニコですね。嬉しいことです。ありがとう。よし、続いてルカちゃん、ありがとう。よいしょ。みるちゃんからサインもらえるの嬉しいよ。ありがとう。ラブ、これからも応援させてください。欲しいと思ってくれることに本当に感謝なの。みるちゃんもラブだよ。ありがとう。続いてゆきなちゃん、ありがとう。よいしょよいしょよいしょ。ゆきなちゃん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ラブ、ありがとう。続いてうっちーさん、ありがとう。よいしょ。今年も最高の夏の思い出ありがとう。ティフに冷ましてお話からどれも楽しかったよ。誕生日前日に書いてもらったサインを早く届かないか毎日ワクワクしてるんだ。嬉しい。本当にこの365日を過ごせている気がしてすごく嬉しいな。ありがとうございます。早く届きますよ、ね。続いてまゆちゃん、ありがとう。夏曲大好きだから嬉しいよ。この曲聴いていっぱい夏感じるね。嬉しいよ。みるちゃんも本当に夏曲大好きなのでお揃いだね。いっぱい聴こうね一緒に。ありがとう。続いてまよちゃん、ありがとう。本当におみるちゃんへの愛が止まらず日々愛マシマシです。これからもずっと大好きだよ。嬉しいよ。おみるちゃんのもう愛マシマシだよ。本当にありがとう。これからもおみるちゃん頑張ります。ありがとう。続いてりょうくん、ありがとう。ちょっとごめんね、1文目が真っ暗でなんて書いてあるかわからなくてごめんね。この前歩いてたら、僕のお膝にワンコがお花くっつけてきてムムムなお顔になってムムム顔かわいい。ありがとうございます。ありがとう。私じゃない、ワンコか。ワンちゃんのねムムム顔はかわいいですね。あ、違うか。まあ、あ、ワンちゃんでムムムになったってことか。ワンちゃんはいいですね。本当にありがとう。続いて林まさきさん、ありがとう。サインありがとう。これから覚えてもらうためにオンラインで企画してることがあるから楽しみにしててね。すごい企画とかをしてくださってるんですか。ありがとう。楽しみにしてます。続いてカヌレちゃん、ありがとう。ちょっと時間オーバーしちゃう気がしてきた。ごめんね、皆さんもオーバーしちゃったら。みるちゃんに出会えたこの人生どう考えても私は幸せ者すぎるよね。そんな本当にもう人生みるちゃんも出会ってくれてありがとうという気持ちだよ。ありがとう。みるちゃんも幸せだよ。続いてもえぴさん、ありがとう。よいしょ。 MV でおみるちゃんが映るシーン可愛すぎて何回も見た。夏ももちろん最高だし春夏秋冬可愛い。嬉しい。そんな春夏秋冬四季を彩っちゃうぞ。ありがとう。続いてあいこばちゃん、ありがとう。くしゃみが出そうだよ。よいしょ。リボンもりぼりおめえちゃん、ほんと可愛くて応募画面見るたびに可愛いって声出る森なし。嬉しい。本当にもうリボン最強だよ。本当にありがとう。嬉しい。
続いてももちゃん、ありがとう。ももちゃん、サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ありがとう。続いてみおちゃん、ありがとう。よいしょ。久しぶりにサイン申し込んじゃった。みるちゃんいつも本当に可愛いね、大好きだよ。ありがとう、とっても嬉しいよ。あのね、そう言ってもいただけるから頑張れるんだよ、ありがとう。続いてまゆこちゃん、ありがとう。よいしょ。みるちゃんやっほーやっほー。みるちゃんの愛のブレーキは止まらないくらいですけど、やったー、この夏もこれからの季節もずっとラブだよ。やったやった、四季折々おみるちゃんと過ごそうね、ありがとう。よりよりは間違えたか、言葉。四字熟語好きなんだよ。続いて風の竜さん、ありがとう。じゃじゃん。風の竜がおみるちゃんにご挨拶。いつも頑張るおみるちゃん、ほめほめ。爽やかな夏の日差しと風がよくお似合いです。嬉しい。確かになんかそんな感じのジャケ写でもある。ありがとう。嬉しい。嬉しいお言葉ですわ。そしてあやなさん、あやなさん、ありがとう。よいしょ。こんにちは。結婚することになったのですが、結婚式を入場曲でのゆみちゃんの曲をかけるとすると何がいいと思いますか？すごく重大すぎる、すごく重大すぎるんですけど、あやなさんが一番好きな曲とか、なんか元気が出る、緊張がほどける曲とかいかがでしょうか。おみるちゃんはあの10代責任すぎてちょっとあのね、あれだけ全部大好きなんだけど、一番綾乃さんが好きな曲だと最高なんじゃないかなって思います。全部最高ですからね、のゆみの曲は。ありがとうございます。そしておめでとうございます。続いて夏が来たからみつきさん、ありがとう。ありがとう。サイン欲しいと思ってくれてありがとう。ラブ。ありがとう。続いて、いちとさん、ありがとう。いつも応援してくれよ、だってありがとう。嬉しいです、頑張っちゃうよ、ありがとう。やばいやばい、あと5分。ごめんなさい、押します、すいません。続いてしおねちゃん、ありがとう。ちょっと2部はね、もっと頑張ります。なんかもっと早くね、喋られるようになったらいいんだけどね、読みたいんだよね、どうしても口に出して。けど2部は目で頑張る。本当に可愛すぎて癒されます。いつもありがとうございます。こちらこそで癒しと言っていただけてありがとう、嬉しいことです。そしてゆうすけさん、ありがとう。けど諦めない。10月の通知当たりました。また可愛い可愛い天使のあみるちゃんと通知取れるの楽しみすぎて夜しか眠れません。あ、よかった、夜しか眠れなくて。まあでもいろいろあると思うんだけど、あの眠れる時に眠っていただけるのが一番です。楽しみに待ってるね。そしてゆむくん、ありがとう。ほめほめカレンダーを作業机に座るたびにめくるようにしたら、机に向かうのが前より楽しみになりました。嬉しいというか、作業机に座るということがまずすごいですからね、ありがとう。ほめほめです。続いてみゆちゃん、ありがとう。よいし
4月から社会人になって平日はずっとバタバタして土日は朝から晩まで爆睡して微妙で毎日が過ぎていくけどお姉ちゃん見てる時だけは幸せな気持ちになれてるよ。もう本当に頑張ってたよ。本当に社会のみんなせーのありがとうって感じだと思うんだけど、いっぱい寝てよお姉ちゃんが、いっぱい元気づけるよ。ありがとう、褒め褒めだよ。続いて渡辺桃子さん、ありがとう。よし、サイン書いてくれてありがとう。届くの楽しみにしてるね。嬉しい、書かせてくれてありがとう。はい、大丈夫。そしてサイちゃん、ありがとう。よいしょ、おめでに出会えて幸せだよ。涙、嬉しい。おめでちゃんも幸せだよ。だよ、ありがとう、嬉しい。みんないろんな絵文字知ってるね。続いて綾乃さん、ありがとう。よいしょ、発売まであと3日だね。爽やかなデニム衣装もミルちゃんリボいっぱい、キュートな部屋も中毒性しかない、楽曲も全部が大好きだよ。嬉しい、本当にあと3日という事実にドキドキですが、楽しみにしてくれて好きでいてくれてありがとう。続いて吉風さん、ありがとう。今年もメルテンの夏が来たね。9月近いけどね、もメル熱は真っ盛りだよ。嬉しいことですね。まだまだあちあちで進んでいきましょう。ありがとう。続いてほにゃらららら、ももちゃん、ありがとう。何ももちゃんか教えてね。よいしょ、先週はオンライン話会ありがとう。ミルモモデートしたい、大好き、かわいい。ミルモモでね、もっともっと仲良しになりましょうね。ありがとう。何ももちゃんか教えてください。続いてユミチさん、ありがとう。よいしょ、夏の空のまぶしさにも夏のキラ、海のきらめきにも負けないくらい可愛すぎてキラキラまぶしいミルちゃんが好きだ。こうニョロニョロとびっくりマークで愛がすごく伝わるよ。ありがとう。おゆちゃんは無限のニョロニョロとびっくりマークだよ。ありがとう。続いてハピパマラちゃん、ありがとう。あ、ちょっと字が大きすぎてちゃんだけが2行目に行っちゃった。よいしょ、すだってきだよ。そしてハピバーマナちゃんだね。おめでとうだね、ありがとう。続いてコウキくん、ありがとう。やばい、あと2分だ、ごめんなさい。よいしょ、ほめほめカレンダーのおかげで毎日楽しいです。こんなに素晴らしいカレンダーを生み出したミルちゃん天才だ。そんなそんな、皆さんのおかげでミルちゃん成長しましたからね、ありがとう。続いて、うたぽんさん、ありがとう。でも絶対5分押しでとどまらせます、私は絶対にという気持ちで頑張ります。よいしょ、ローストビーフとミルさん大好き、あ、嬉しいですね。ミルちゃんもローストビーフかなり好きなので、かなり好きってことかな。ありがとうございます。ローストビーフは良いですよね。続いて、ゆいちゃん、ありがとう。ミルちゃんがナンバーワン大好き、かわいい、なんかひらがなのナンバーワンってなんか嬉しいな。ありがとう、かわいい、なんかワンちゃんが言ってそう。続いてピロリンさん、ありがとう。先週のサイン会とお話会ありがとう。ミルちゃんと過ごす初めての夏、いっぱい思い出作ろうね。嬉しいよ、ミルちゃんも大好きだよ、作ろうね思い出も。ありがとう。続いてマサオさん、ありがとう。よいしょ、マサオさん、サイン欲しいって思ってくれてありがとう。ありがとう。
そして、レンテンさん、ありがとう。今回のサイン、めっちゃ私、あのね、左ほっぺにサインかかってて、申し訳ない。でもいいんです、私のほっぺは。心で読んでね、はい。やったー、にっこりにっこりという気持ちです。心でしかと受け止めさせていただきました。ありがとう、サンサヨ。ありがたいね、心で読んでねって先に書いてもらえると、めちゃうっかり読んじゃうから。ありがとう。続いて、カモメタニさん、ありがとう。初めてのサイン会です。ミルテのおしゃべり大好き、癒されてます。体調に気をつけてお仕事頑張ってね。あら、お優しい、ありがとうございます。ねえ、あのおしゃべりするの好きだから、そう言ってもらって嬉しい。一緒に体調ファイトファイトしていきましょう。そしてすずなちんさん、ありがとう。じゃじゃん、今日もとっても可愛いね。本当に本当に大好き、伝われ。もうびっくりマークがすごくて、もうすごい模様みたい、嬉しい、ありがとう、本当伝わってるね。今日はいつもと違うことしてみたりしちゃってね、可愛いと思ってもらえたら嬉しい。そしてハウルちゃん、ありがとう。よし、ハウルちゃん、サイン欲しいって思ってくれてありがとう。ラブ、ありがとう。続いて、翼くん、ありがとう。よいしょ、大好きなめいちゃんと過ごす夏、イエイって感じ、嬉しい。秋から冬にかけて試練が、そっか、待ってるのか。一緒に乗り越えていこうね、応援してるからね、ありがとう。続いて台湾のはるもちゃん、ありがとう。よいしょ、ありがとうございます。ずっと応援しています。嬉しい、おめるちゃんもなんか欲しいって思ってもらえたことも嬉しいし、もっともっと頑張るよ、ありがとう。よいしょ、続いて葵さん、ありがとう。で、バイアス2分、すいません、本当にあとちょっと頑張ります。サイン会初参加です。こちらミルテンと初めてのたくさんの夏を過ごしたいな。私の世界を広げてくれてありがとう、大好き。そんなもう世界もっともっと2人で見つけていこうって感じです、ありがとう。続いてみゆちゃん、ありがとう。よいしょ、みゆちゃんもみゆちゃんの考え方とか大好きなんだ。みゆちゃんみたいな女性になりたいと思ってくれる。みゆちゃん天才ちゃん大好きで、もう十分素敵じゃない、あなたって感じです。本当にそう言ってくれてありがとう。みゆちゃんまだまだ頑張っちゃうよ、ありがとう。そしてゆうきっちゃさん、ありがとう。アメリちゃんの笑顔でいつも癒されてよ、ありがとう。嬉しいですね、アメリちゃん、これからもたくさん笑います、ありがとう。続いてのんちゃんさん、ありがとう。よいしょ、よいしょ、夏が来たから大好き、お見る見る、お見る見るだよ、ありがとう。アメリちゃんも夏が来たから大好き、ありがとう。続いてボボビビーさん、ありがとう。よいしょ、ボボソングが聞きたいです。ボボソングってどういう意味なんだろう。ちょ、ごめんなさい、流行りに乗れてなくて、なんかボーボーみたいな感じなんかな。ちょっといつか教えてください、すいません、勉強不足で、ありがとう。続いてレルグさん、ありがとう。毎日
毎日ほめほめカレンダーのおかげで毎日お仕事頑張ってます。とってもありがとうだよ。嬉しい。もうめくってくれてありがとうだよ。本当にほめほめだよ。ありがとう。よいしょ。続いててんてんさん、ありがとう。ミルテンミルテンホメホメ様、ミルテン今日も黒髪ツイン可愛いだね。テンテンはミルテンのこと大好きで毎日ミルテンに癒されてるだよ。大好きミルテン。すごいめっちゃ嬉しいのに、ごめんなさいツインじゃなくて。けどこれもきっとワンちゃんの尻尾みたいで可愛いと思ってくれてるはず。ありがとう。またツインはねさせていただきます、いつの日か。続いてリセちゃん、ありがとう。ラストです。ミルちゃん本当に大好き。おミルちゃんも本当に大好きだよ。ありがとう。ということで、はい、ちょっと5分ほどしてしまったんですけれども、無事に一部が終了しました。本当にありがとうございました。もうみんなのメッセージがさ嬉しくて全部言葉に出したくなっちゃう。2部はちょっとこの反省っていうか全く反省することではないんですけど、まあ時間がね1分が60秒と決められている地球に住んでいるので、2部はちょっとだけつまみつまみで読ませていただこうと思います。ありがとうございました。じゃあ今日のこのなんか珍しいヘア、なかなかお仕事の時にはしない珍しいヘアをたくさん褒めていただけるツイートを待ってます。それでは2部もお願いします。またねー。